皆様こんにちは、フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。勝手にジブリウィーク最終日となりました。今日はあの夏映画を、アーフルートのオフセットですねでお届けしております。今週はですね、千と千尋の神隠しが今年、公開20周年ということでですね、勝手にお祝いをしております。おめでとうございます。20年経つんですね。あんまりそんな感じがしないんですけどね、本当って思っちゃいますけど、2001年に生まれたうちの生徒さんが成人しているので間違いなさそうですね。はい、ということで2001年7月20日に公開されました千と千尋の神隠しよりあの夏へ、この曲ね、大好きな方多いんじゃないかなと思います。私ね、カリンバでもよくね、これね、弾くんですよね。なんか切ないメロディーがね、本当にピュンときます。カリンバで弾くのもまあ難しいっちゃ難しいんですよけど、それよりもクリスタルフルートでやる場合はちょっと後半の方が、難しいかなと思ったりなんかするところがあります。特にこう楽器を変えていくときにね、どうせ運指標的には一緒なんですよ。だから同じようにやったらいいのになとか思うんだけど、残念ながら今週やったやつは全部5本とも指使い違うじゃんね。それは音程のせいなんですけれども、楽器によって音程がいろいろ違うので、それに合わせて補正するたびに指を変えるので、私のメモ帳はえらいことになってます。こんな感じでガチャガチャガチャってなってるんですけど、その時に使う指使いはこの時はこれとか言って書いてます。で、行きはこの例えばCフラット使うけど、帰りは違う指とかね、なんかしないとこうつながりが悪かったりとかする時とか、あと穴の開け方をね、はい、どれぐらいにするかっていうのとか、縁をかぶすのか、塞ぐのか、乗せるのか違いなんやねんって話なんですけどね、本当にすごい感覚的なことなんですが、変えなきゃいけないところがあったりなんかして、このあの夏絵はどうなんでしょうね。吹いても楽しめますけど、こうスキルアップとかレベルアップにもすごく使えるんじゃないかなと思います。なんかこの半音がたくさん出てきたり、こう転調していくものっていうのは、クリスタルフルートって穴がね、なんせ6つしかないので、その中でいろいろやりくりをしているから、そういうのが技術的にいろいろとこう得得できると、自分のやりたい曲をいろいろとね、もっとねできるようになるんじゃないかなと思うので、せっかくですからね、この夏いろんなね、サイズのクリスタルフルートでお届けしたので、はい、ぜひとも皆様もあの夏絵をお手持ちのクリスタルフルートでチャレンジしてみてくださいね。それでは皆様、またね。